嬢さんは何やらあっちの世界がお忙しいようでして。まあまあ慌てないでください。そこはちゃんと私が考えておりますから。さて、今夜あなた様に修復いただくのはあっちの世界におられますお嬢さんの物語でございます。最終工程でございます。さあ行ってらっしゃいませ。
少女の訴えは聞いてもらえるわけがありませんでした。さて、いかがでしたか？お嬢さんの現実は。この物語を修復して食えば、あなた様は晴れて人間になれましょう。まあ難しく考えずに、まずは先を急ごうじゃありませんか。お次はこちらですね。お嬢さんは元気でしょうかね。
来る日、少女の父親が出かけたきり戻ってきませんでした。心配になった少女は父親を探しに行くことにしました。少女の父親はこの町の衛兵として働いていました。しかし最下級身分ヤギの民となり、仕事を奪われてしまったのです。下働きでも構わないから、また働かせてほしいと願い出るために、この日意を決して衛兵の駐屯所へと申し出に向かったのでした。少女は衛兵の駐屯所へとやってきました。そこで少女が見たのは暴行を受けている父親でした。早く母親に知らせなくてはと、少女は息せき切って走り続けました。家の中で母親は知らない男の人と抱き合っていました。少女は混乱しましたが、父親が殺されたことを泣きながら伝えました。信じられないことに母親はそれを聞いて喜んでいる様子でした。家の中に母親の姿はありませんでした。そしてどれだけ待ってももう帰ってきませんでした。いや、どの世界でも現実は世知辛いですね。あなた様は人間なんかになってどうするんですか。
私なんかもね、ここ数年給料は上がらないし、休みは取れないし、妻は小言ばかりだし、親の介護もあるしで、もう大変なんですよ。次の黒いかかしはこの道の先です。そこでわかるでしょう。さあ、両親を失ったお嬢さんの運命やいかに。考えかもしれないですね。
ちゃちゃっと人間になっちゃいましょう。いやはや長いようで短い旅路でしたよね。もうすぐあなた様とも契約満了かと思うといよいよ寂しくなってまいりました。ここがお嬢さんの現実、最後の黒いかかし。明くる日のこと、空腹に耐えていた少女は家の外の大きな音に気づきました。外には役人たちが集まり、少女の家を取り壊そうとしていたのです。役人たちはこの場所をゴミの投棄所にすると言いました。少女は気の見気のまま家を追い出されてしまいました。せめて雨風のしのげるところへ。無意識に少女の足は家からやや離れた場所にある古い遺跡へと向いていました。古びて汚い遺跡には誰も近づこうとしませんでしたが、その静けさを気に入っていた少女にとっては秘密の遊び場だったのでした。歩きながら少女は考えます。人は自分より下だと思える相手がいることで、どうしてとても嬉しい顔をするんだろうと。そしてその時の誇らしい笑顔は、どうしてとても醜く見えるんだろうと。しかし頭をひねっても少女には答えを見つけることができませんでした。少女のことを聞いて
お嬢さんは倒れてしまったみたいですね。でもご安心よ、まだ死んではいません。間に合いましたよ。さあ、ではお約束通りにこちらに。私は嘘など一つもついておりませんし、約束はお守りしましたよ。というか、そもそもはてめえが人間になりたいって言ったんだろうが。なめたこと言ってんじゃねえぞ、こら。こちとら手伝ってやっただけだからな。これが上からもらった拒絶の力か。あんたバカだね。人間になって満足してりゃいいもの。ま、そういう不完全なところを突き入られてたってことだね。はっ、あんたを知らなくていいの。いいの。それ、俺が言うとで。そろそろ降参するか。殺したら経路が塞がれちまうんだよ。あんたには関係ないがな。まあ、ちょっと教えてやってもいい。俺はこの世界にある命令を受けて干渉している。その相手は絶対的存在で。拒絶が解けてる。まさか女将が俺を。くそ、喋りすぎた。役に立てるかな。私を殺しても何も解決など。元怪物さん、お困りのようね。待って、私は敵じゃないわ。逆にあなたにとって救世主かもしれないわよ。あの子を元の姿に戻すこと不可能じゃないわ。でもそれには膨大な力が必要なの。あなたが食べてきた夢と同じだけの。あなたは
もう一度夢を集め直す必要があります。そのためにはこのケージを逆戻りすればいい。ただあなたは代償として声や感覚を失ってしまうわ。本当にいいのね？